おいくつなんですか？僕ですか？二十歳です、はい、若いね。若いですよ。彼女とかいるんだ。彼女ですか、はい、まあそれはね、あこんな顔しては、はい、甘いもの食べられないかどうしようかな。結婚観ですか？結婚観はでも全然前向きですね、はい、全然結婚したくないとかもないですし、その、まあ、僕の性格上なんていうんですかね、離婚とかもないかなという。優しい風に背中を刺されずっとここまで歩いてきた
ありがとうございます。子宮内膜症を患い芸能活動をセーブ中だが、最善の治療が妊娠だけに、ママになったあややが元気に仕事する姿も見られそうだと報じています。はい、ヘリさん、非常にね、本人も悩んでいたという、ね、ことを伝えられていますからね。結婚した後ね、3人で食事したことあるんですよ。はい、あややがね、私たち実は家庭を守るのが大好きだと、あんまり出ていくよりもって言ってたのね。だからこれでまたね、お子さんができるとまたすごく幸せな家庭でね、結構ケイト君は死に惹かれてますからね。あ、そうなんですね。実は非常にいいカップルだと思いますよ。ね、いい子が出てるっていいですね。そうですね、うん、現在のところはケナさんは、はい、お子様今年末ご出産ですね。はい、おめでとうございます。ケイトさんを見て良平さんと龍一さんは結婚や出産に焦ってますか？いや、まだ期待してるよ。全部渡してる。そう、別に、まあ、渡してる、どうなんでしょうね。ちょっとそういう感覚でもないです。どうなんでしょうね、と俺に聞いたって。普通に一家のお金というか、別にこう僕がいくら使うとかではないですね。